沖縄っていうとこは唯一日本で紅茶のできるとこなんだなっていうことが分かって、そして比嘉さんのとこ の, 息子さん龍一さんがですね16年間研究したっていう紅茶がありまして、でそれをいただいた時にもう目から鱗でした。そうですね、紅茶が美味しい産地でこう指折りこう数えていく中で、この5本指の中に沖縄っていうのが入ったらもうすごく嬉しいことですね。やっぱり沖縄は緯度的にも南の方になるので、本来作っているインド、スリランカと似たような亜熱帯の気候なんですよ。自然の環境の中で ある程度気温が高い方が発酵も進みやすいので、沖縄はもうこの自然の空気の中でこう畑で育って、加工時も特別加湿器を使ったり温度調整の機械を使ったりというものがないので、もう自然で作った味のままのものができるので、まあ、素材そのものの味を味わえるものづくりができる環境ですね。まあ、やんばるはみんなペーハー5で赤土で非常に紅茶に適してるんですよ。こういった赤土のところで取り組みはどういった感じのもう 味を出すのか、そういったところをやればですね、いろんなところで外国でも実証されてますので、まあ、美味しいってことはやはりそういったところを自信が農家をちょっと持ってですね、まあ、そのままやっていけばこれはいけるんじゃないかという手応えを持っているわけですね。沖縄で作った紅茶はすっきりとした渋みがありますね。苦いけどこう喉越しがすっきりとしているか、パンチもあってさっぱりもしている、そういう、こう香りもよく舌でも満足できる紅茶になっていると思います。このお茶をいただいた時にもうびっくりして、こんないいお茶ができてるん、どうして世の中に出てないんだろうと、これは少しお手伝いしたいなということから始めたわけなんです。いただく前から香りがすごく立てているところから、心をなんかほっとさせる、落ち着かせるような癒しの香りがして、でまた喉越しもすごくスッと入ってくるような、それまで紅茶に対してあまり知識もなかったので、本当に体で感じた時にもうこんな素晴らしい紅茶があるっていうのが本当に感動でした。はい、やはり紅茶っていうのは、単一ではなくてブレンドだったりすることで、沖縄で採れた 100% っていうのは今まで私は見たことはなかったですね。今回こういう、沖縄で作っている茶葉で 100% で、紅茶の商品を作っているということにちょっと感銘を受けました。そうですね、やはりこのリゾートで、そういうのをいただいてですね、まあ、雰囲気もみんなリゾート気分になってますので、その中で、プラスアルファの癒しというものがあればいいのかなと思っています。Thank you.
最初はですね、やはりこの町に、産業があまりないもんですから、いわゆる雇用を生む産業につながっていくんじゃないかなと、そういった思いで、取り組んだわけですね。沖縄っていうところは観光の地であって、残念なことに内地と比べて産業がないんですよね。で、何か一つですね、継続性のあるものを産業として定着させたら雇用も生まれるんじゃないかと。そして農家さんも実績だけ私たちが作れば安心して旗を作っていけるんじゃないかっていう、そういうことでお茶を手掛けてる方の力に少しでもなれたらなっていうことで、現在頑張ってるんです。はじめは有機農業で野菜を作り始めていたんですよね。で、そうこうしているうちに沖縄で紅茶が栽培できるということを知りまして、どうせならこの沖縄でしかできないいいものを作ろうと思いまして、うちの妻が紅茶が好きで、それで私が何気なく沖縄でも紅茶が栽培できるよとポロッとこぼしたら作りたいということになってです。それでじゃあやってみるかと、ちょっと軽いノリで始めたところハマってしまいました。紅茶でよく言われるのはマスカットフレーバーって言われるんですけど、ある方にうちの紅茶を飲んでもらったらマンゴーのようだと言われたことがあって、そういうところを目指しているのかなってなんか思ってますし、やる気のある方々がいたらもうどんどん増えていっていいと思います。もうそれこそ、はい、沖縄県の名護市では紅茶がすごく有名だって言われるぐらいまで、はい、そこぐらいまで上がってくれると嬉しいですね。沖縄県で言ったら泡盛、マンゴー、パインとかこうやって上がってくるんですけど、その中で沖縄紅茶っていう風に呼ぶより数えられるようになるために、こう名護市でどんどん美味しい紅茶を産地化できていけたらなと思ってます。お茶摘むのもやはり人手がいるわけですよ、マンパワーが。でなおかつまた工場でパッキング工場とかそういうのを作ればですね、こう一大産業、やはりこの土から、地元の土で生まれた産業必ずできると思うんですよね。今その段階でやっぱり農家増やすためにも自分自身でこうしっかり作ってみようと、そういった今試みでやっています。英国のですね、五つ星ホテルのシェフの方にちょっと巡り合うことができまして、そしてその方に一度飲んでいただいたんですって。その方の表現がですね、体の中が洗われるようなすごくいい感じで、これだけのお茶を飲んだのは久々ぶりだって言われて、でイギリスへ帰られる時に持って行っていただきましたので、それがどのように行くかわからないですけども、最終的には本場のイギリスの方もですね、沖縄の紅茶がですね、一応ブランドとして出ていけれるようになったらいいなって思ってます。Thank you.